私の名は紅蓮、そして相棒のシーフフェニックよ。紅蓮にシーフフェニック、よし行くぜ。3、2、1。人の真似しやがって。さあ、あの技で来いよ。あの技があんたのものだって誰が決めたわけ？フェニックいっけー。耐えろイグレード。無駄無駄。くそ、自分の技でやられてたまるか。危なかったっす。チェー、一撃じゃ無理か。今度はこっちの番だ。ゼロの反撃開始っす。今度はお前が引きずり上げられる番だぜ。パワーの違いを見せてやる。それはどうかな。何、フェニックがゼロの技から逃れおった。どういうことじゃ。あ、そういうことか。シーフフェニックのトラックはエレベーター230、上下に稼働するエレベーターリングがベイの軌道を修正。激しく動くスタジアムでもその影響を受けずに安定した走りを実現させているんす。あのベイにそんな機能があったんかい。さらにフェニックはその機能を使ってゼロと同じ技をいとも簡単にやってのけたんす。同じ技でもフェニックの方はベイの機能によるところが大きいってわけか。いかん、また引きずり上げられるぞ。なんとかするっす、ゼロ。ああ、このまま負けてたまるかよ。本部長も言ってたろ、ベイは決して一人で強くなれるものじゃない。互いに切磋琢磨し、しのぎを削る仲間やライバルがいて初めて成長するって。しなべ、俺はお前に勝ちたい一心でイフレートの技を編み出した。お前がいなきゃ今の俺はなかったんだ。だから俺のシンクロームの相手はお前しかいない。海原兄弟へのリベンジはお前とでなきゃダメなんだ。違う。よそ見してる場合じゃないっつーの。だから俺は誰にも負けない。お前が俺を認めてくれるまでな。もう少し。だから仕方すんなっつーの。俺は誰にも負けないなんて私に勝ってから言ってよね。だいたいベイは強い者が勝つ、それだけよ。違う。ベイはバトルにかける熱い思い、熱いベイ魂に勝る者が勝つんだ。行け必殺戦技。イフレのバーニングアッパー。嘘。やったぜ。あいつ。忍、お前はいつまでつまらんことにこだわっている。つまらないだと。おう、ベイを誰から譲り受けたかなんてつまらんことじゃ。要はそのベイで何をなすかじゃないのか。忍、お前にも目指すべき大きな目標があるはず。そんな小さなことにこだわっとってはレジェンドブレーダー越えなど夢のまた夢じゃぞ。いつかはレジェンドブレーダーを超え、ベイブレードの新時代を築くんだ。チッ、マル、海原兄弟にコンタクトは取れるか。え、忍、まるっとマルにお任せっす。よっと。兄ちゃん何？ふん、果たし状だとさ。果たし状だぞ、果たし状だぞ。海原兄弟勝負っす。ゼロと戦うっす。ふーん、面白い。返り討ちにしてくれる。
ゼロ。前回あれほど無残にやられたくせに懲りないやつだ。負けたらお前ら全員罰ゲームだからね。いいぜ。その代わりお前たちが負けたら俺の言うことを聞いてもらうからな。はあ？一体どうしようってのさ。言わせておけ。どうせ俺たちが負けるわけはない。再びこのオロジャリバイターの餌食にしてやる。そうはいくか。下部あ必ず決めろ。もちろんだぜ。シンクロームにはシンクロームで勝負だ。シンクローム、これが忍と俺のベイ魂が一つになったサラマンダイフレードだ。サラマンダイフレード。ふん、面白い。お前たちもベイを合体させてきたのか。行くぜカイト。今度こそ俺が、いや俺たちが勝つ。やれるものならな。3、2、1、ゴーダッシュ。行けサラマンダイフレード。おお、なんちゅう衝撃じゃい。シンクロームしたサラマンダイフレードとオロジャリバイザーはクロムウィールの重量が通常の2倍。その分激突の衝撃も半端ないっす。だがサラマンダイフレードはアタックタイプ。重量で引けを取らなければ正面からぶつかり合えばいずれでも方が有利。なんてパワーだ。イフレードの持つ本来のパワーに超重量の回転速度も加わり、その破壊力は一気に2倍、いや3倍。いや計算が間に合わない。いいぞ。奴らも自分たちと同じシンクロームベイと戦うのは初めてのはずだ。元になるデータがなけりゃ対策の立てようがないっす。それがどうしたのさ兄ちゃん。ああ分かっている。ならばまともに打ち合わなければいいだけのこと。何？まずいぞ。得意の体勢に入られた。そうはさせるか。発生サラマンダイフレード。無駄だ。そんなことでオロジャリバイザーがビクともするものか。今だ兄ちゃん。一殺剣にオロジャリバイザーファイナルクラッシュ。俺たち兄弟の力が一つになったベイに敗れぬものなどない。そうはいくか。サラマンダイフレードには俺とシノブの熱いベイ魂が込められているんだ。シノブのために俺は負けるわけにはいかない。燃えろサラマンダイフレード。いけおスタジアムが回り出したぞ。いいぞその調子だ。一気に決めるっす。バカ、ありえない。いけ必殺電撃サラマンダイフレードバーシオッサじゃないっす。一撃必殺のイフレードのパワーとサラマンダの連打が一つになったスーパーバーニングアッパーっす。忍べ、お前とサラマンダのおかげだぜ。当然だ兄ちゃん。データだ。データが決定的に不足していたせいだ。データさえ揃えばあんな奴らの合体ベイになど負けるものか。次に勝つのは俺たちだ。ああいつでも相手になってやるぜ。その代わりもう他のブレーダーたちにいたずらをして迷惑かけるのはやめろ。そして俺たちと一緒にもっともっと上を目指すんだ。何度も何度も戦ってお互いもっと強くなろうぜ。お前らとライバルも仲間も大いに越したことはないからな。一緒に俺たちの時代を築いていこうぜ。だからそういうのうざいんだって。俺たちの時代か。バトルたくなったらいつでも来いよ。待ってるぜ。ふーん、熱いね。
俺たちの時代を築いていこうか。ちょっと面白そうじゃん。